はい、トヨハッピーです。超合金魂トライダー G7 変形合体の動画となります。まずはトライダーホークから頭部パーツを分割し180度回転させます。そしてキャノピーを顔にかぶせるとこのような形状になります。ここで機首を引っ張るとトライダーホークの完成です。小さいながらも変形ギミックがいっぱい仕込まれているのはすごい嬉しいですね。ただキャノピーがコロコロ外れてしまうことがあるのはまあしょうがないのかなと思います。そして機首からランディングギア、タイヤですね、こちらを出し後ろも出します。そして機首を縮めて顔の横の耳部分ですね、ここを90度に折り曲げるとトライダーモビルの完成です。続いてはトライダーマリンですね。一度ウィング部分を展開します。そしてフロート、これを左右引き出しますね。そしてまたウィングを戻します。一旦機首を引き出してランディングギアをしまいます。そして角部分を180度回転させます。機種をしまい込みますね。そして前のフロートを引き出します。ちょっと詰めかけがあるんですけども入らないので細いもので引き出します。補助棒を使ってもいいんですけど補助棒だとちょっとなかなか入らなかったのでドライバー使いました。そしてフロートの後部2箇所を調整します。そして前のフロートも角度を調整するとトライダーモビルの完成です。頭部パーツだけでも3パターンのマシンになるのは率直にすごいなっていう感想です。しかも差し替えがないのが何よりですね。そして本体、こちらも変形させてみます。まずは胸パーツですね。爪を引っ掛けてカバーを展開します。そして胸パーツを左右に引っ張ります。そうするとロックが外れて稼働します。両腕を前にした状態で左右に押し込むとバチッとロックします。そして両拳を格納します。そして格納した拳の上にバーニアのパーツを取り付けます。まっすぐ刺せば素直にパチンとはまるんですけども、ちょっとでも斜めになっていると結構苦戦します。そして腕を下げて180度回転させます。続いて下半身の変形です。下から押し込むと足の付け根の軸がずれます。内ももの突起と股関節部分ですね、ここのへこみと合わせます。そうすると綺麗に足を閉じた状態になります。こんな感じですね。左右のつま先を90度回転させてそのまま左右合体させます。ふくらはぎ部分、ここは補助棒を使ってランディングギアを引き出します。左右なので2箇所ですね、引き出します。腰パーツのランディングギアも引き出します。そしてつま先部分の黄色い翼を引き出すんですが、ちょっと爪だときついのでまたドライバー使います。補助棒でも大丈夫です。これで完成、トライダーコスミック。意外と工程が複雑なので慣れるまでは結構苦労しました。もうロボ形態とコスミック形態だけでも十分満足なんですけども、まだ変形はありますので続けていきます。続いては両足を分割します。左右合わせるときにここのジョイント忘れてましたね。つま先だけでも十分保持はしますけれども、基本はここの
足の内側のジョイントも使えます。そして腰パーツのロックを外し、足の付け根の軸を下までずらしてから180度回転させます。回転が終わったらまた腰の軸ですね、ここをずらします。腰パーツとすねパーツ干渉しないことを確認したら両足をまた閉じます。ランディングギアを格納します。そして腰パーツの先端、この部分をパカッと開きますとジョイントが出てくるので、トライダーフォークを合体させます。これでトライダーイーグルの完成です。すね部分と腰部分からランディングギアが出せます。ランディングギア出すときは翼を一度格納してから引き出します。続いてトライダーフォークを外します。逆の手順でトライダーコスミックまで戻していきます。続いてはトライダーシャトルです。ジョイントを2箇所引き出します。そして底面キャタピラ部分を展開します。4箇所ありますので4箇所とも展開します。そして補助棒を使ってラダーを出せばトライダーシャトル着陸形態の完成です。ラダーから劇中で社員が乗り込むとこですね。着陸客とラダーを格納すれば飛行形態になります。扉を奥へ格納し受けパーツを引き出すと合体準備完了です。ここでトライダーコスミックと合体します。最初に引き出したジョイントとトライダー本体のジョイントを合体させます。これで完成、トライダーフォートです。かなり長いです。そして重たい。ちなみに取説には合体後は持ち上げないでくださいと書いてありました。続いてシャトル後方の扉を開きます。中にはクローラーパーツを格納しています。2本ラダーを引き出して発進を再現することができます。次はこのクローラーパーツをトライダーと合体させます。コスミック形態からロボ形態に一度戻します。説明抜けてました。トライダーフォートレスの時は胸パーツは取り外します。そしてバーニア部分、こちらを補助棒で外します。
足の付け根の軸を引っ張り、足を90度前に回転させます。そしてつま先も伸ばします。内もものジョイントも引き出します。この形態でクローラーパーツと合体させます。ちょうど太もも部分ですね、クローラーパーツの突起と重ね合わせて挟み込む感じですね。そのまま両足を保持させます。続いてこの手首ジョイント、そして手首パーツを合体させます。この状態でバーニアと同じ感じで格納済みの拳の上にかぶせる感じで取り付けます。左右同じですね。翼の角度を正して、これで完成、トライダービーグル。ちなみにクローラーパーツは回転軸になってますので、トライダー部分だけ回転させることもできます。キャタピラは可動式です。続いて武器遊びです。まずはこちら、格納モードですね。トライダーセーバーとジャベリンはこちらのスネパーツの部分に格納時の状態を再現することができます。完全にしまうことはできませんが、劇中のように展開して取り出すという再現ができます。伸縮はしませんが、柄のパーツを取り付けることによってトライダージャベリン武器として再現できます。続いてトライダーセーバーです。柄の部分は展開後、展開前を再現することができます。こちらも同様に足からの射出シーンを再現できます。刃の部分だけ取り外すこともできます。トライダーチェーン、こちらは鍵爪部分が展開することができます。トライダービームキャノン、トライダールアー、さらにトライダールアーの針を外してルアー用ワイヤーロッドを取り付ければ発射状態も作ることができます。トライダーカッターと手首 C、 そしてジョイントパーツをつければトライダーカッターの手持ちができます。ビームキャノンとトライダーカッターはマウント用のジョイントパーツを使うことによって腰に装備することができます。個人的にはトライダージャベリンが一番好きですね。そのまま槍を投げて敵に刺すシーンがやっぱり印象的です。最後は変形パターン外観で締めたいと思います。トライダーホーク、トライダーモビル、トライダーマリン、トライダーコスミック、
トライダーイーグル。トライダービーグル。トライダーフォートレス。そしてトライダーシャトルの飛行形態。個人的には欲を言えばなんですが、劇中後半から出てきた新シャトルがあってもいいかなと感じましたね。そしてトライダーシャトルの着陸形態。長くなってしまいましたが、超合金魂トライダー G7 手にした時の感動はやっぱりでかいです。ご視聴ありがとうございました。